私自身もそうですが、歩けない、車椅子に乗っている、障害があるといった、いわゆるバリアがある。私が変えたいことというのは、バリアをバリューに変えていきたい。障害のある当事者の視点、経験、感性を生かし、新たな製品を、サービスを、ビジネスを作っていこうとしています。例えば小さな段差一つとっても、普通に歩いていればなかなか気づかないかもしれない。自身の障害があったからこそ気づけたことも、伝えられることもあると。バリアはない方がいいと決めつけてしまっている。歩くことが夢でした。一番使ってきたであろうって、すいませんだと思うんですよね。通ります、すいませんとか、手伝ってもらってすいませんとか、すいませんすいませんと言い続けていると、自分の存在が申し訳ない存在なんじゃないかと思ってきたりもする。そうした中で、すいませんをありがとうに置き換えよう、ありがとうと言ってもらえるような、そんな存在にも近づいていこう。ありがとうございました。歩けないからできること、ネガティブに捉えていることも、強みに、価値に変わる瞬間もあるんだと。その先の自分へ、パラドゥ。